この時間になって少し気温下がりましたが、それでもまだ20度あります。風の方もかなり緩んできまして、非常に穏やかな競争水面。これから漁船競争第11レースの開始です。1号艇三重の新田雄志、2号艇山口の雲野幸四郎、3号艇福岡の瓜生正義、4号艇岡山の藤原圭四郎、5号艇山口の寺田翔、6号艇大阪の畑英吾、以上6名による対戦。枠なりに作戦行動を進んでいます。人気が集まったのが1号艇新田雄志。今日はこの陰線1回乗りです。ボーダー下から1着あるのみの勝負がけとなりました。1号艇新田の陰線。2コースには2号艇雲野幸四郎です。3コースは3号艇の瓜生正義。前半レースは鮮やかなまくり出しで1着ゴール、現在得点率2位につけています。3号艇瓜生が3コース引っ張って、角の4コース4号艇藤原圭四郎もボーダー下からの勝負がけとなっています。5コースには5号艇の寺田翔です。ディフェンディングチャンピオンの寺田、ここは6着だけは避けておきたいところ。5コース戦大外6コースに入ったのが6号艇の畑英吾です。3対3に分かれました。進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。スタートしました。1番、4番がわずかに覗いたスタート。2コースが若干へこんでいます。出ていく1番、3番、4番で1幕。逃げる1号艇の新田、刺す2号艇雲野にまくり出しは3号艇の瓜生。そのまま前に出ました3号艇瓜生正義。外には1号艇の新田雄志。スタートは前提正常でした。一定進かわしています。3号艇瓜生が先頭、追いかける2番手が1号艇新田、その後ろは6番、2番、5番の接戦で2幕。まずは3号艇の瓜生、刺してくる1号艇の新田ですが2番手までです。3番手の接戦からは6号艇の畑英吾が浮上してきました。現在上位3艇は3番、1番、6番でレースは2周目に入っています。先頭はまくり差しからリードを奪った3号艇の瓜生正義。21マークトップで回り、差しハンドル迫る1号艇の新田。先頭は3号艇の瓜生ですが、食い下がる1号艇の新田がすぐ後まで来ています。直線コースわずか一定進のリードは3号艇の瓜生、食い下がる1号艇の新田雄志。水がいて3番手は6号艇の畑英吾です。2周2マークの旋回、先前は3号艇瓜生、ここも開いて差しハンドル1号艇の新田。先頭は3号艇の瓜生のうち迫る1号艇の新田、へさきかかるかどうか。さあ先頭は3号艇瓜生が守りきれるか。一定審査1号艇の新田が死に物狂いで食らいついています。その後ろ3番手は6号艇畑。これから3周1マーク、わずかなリードから3号艇瓜生、先前差して1号艇の新田。ここは3号艇の瓜生が先頭です。トップ譲りません。3号艇瓜生正義、勝負がけ1号艇新田が2番手、3番手は6号艇の畑、上位体系3番、1番、6番、後続は5号艇寺田、2号艇雲野、4号艇藤原と続いてラストダンマークです。先頭を守り抜いたのは3号艇の瓜生正義、今日連勝へ。最後まで食い下がった1号艇新田でしたが2番手です。3番手は6号艇の畑で間もなくゴール。先頭3番五輪、1番五輪、6番五輪、5番五輪、2番五輪、4番五輪。以上前提五輪しました。